はい、こんにちは、スクラートのめちゃんとベルちゃんです。国際結婚の話です。今回はね、両親はメキシコ人と付き合って結婚しますっていう時に、両親はどういう反応だった？ OK OK? うん、俺の両親でしょ。そう、別に何もなんか外国人から何もなかった。だって7歳から外人と結婚するって言ってるもん。ほー、本当にえ、すごいですね。そうでしょ。私の両親は、本当は結婚泣いてた。嬉しくて結婚しますよって言ったらすっと泣いてて、なぜなら、遠いところに行っちゃうかもしれない。でも多分ね、ベロのお父さんとお母さんは、多分ベロが誰と結婚しても泣いてたと思う。泣いてたと思うけど、あのメキシコ、日本はちょっと遠いよ、距離。近いよ。13時間とか14時間でしょ。お前何時間寝るの、1日。16時間。でしょ、寝てる時に着くよ。着くよね。これ寝てさ、メキシコ、そっかな。まあでもそれで泣いちゃったね。お父さんお母さん。でも、あの日本人だからじゃなくて、特に何もなかった。でもネットで読んだら、なんか人がそういう悩みとかがあるみたいだし。なんで？なんか自分の両親はどう思うって。でもよかったね、何もなかった。両親はセーフ、何もなかった。セーフでした。セーフでしたって言うことで、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントも質問もよろしくお願いします。アディオス。アディオス。